日向坂46の埼玉県出身メンバーがお送りしている東京 FM のラジオ番組、ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。毎週金曜に10時から20時30分。ラジオならではのトークはもちろん、やらなくても良い、余計なことまでやってみる。がコンセプト、今後のアーティスト活動、タレント活動、すべてがつながる、未来を見据えたラジオ番組です。 8月25日、金曜日の放送は、ニブアカリがアイミょンさんのライブに行った時の様子を振り返りました。パーソナリティのニブアカリ。ニブアカリの野望、You、私、アイミょンさんのライブツアー、アイミょンツアー2023マジカルバスルーム、に参戦しまして、そのことをインスタグラム、以下、インスタ、にも投稿したんですよ。 ファンクラブ、AIM 先行優先予約、で当たって、お仕事的にも合間に行けまして。しかも、前から4列目の席だったんですよ。今まで参加したライブで4列目なんて当たったことがなかったので、マジか。やばいやばい、って思って、目があったかどうかもわかる距離なので、実際には、会っていない気がするんですけど、アイミょンさんが、こちら側に来てくれたりして、しっかりと目に焼き付けることができました。わら。 可愛すぎて、音楽も最高でノリノリになれて、ここで、メールを読ませていただきます。わら。リスナーからのメッセージ、先日、アイミョンさんがインスタで、ニューちゃんのインスタにアップされていたストーリーの画面を引用して、ニューちゃん、いつもありがとう。ハート、と投稿されていましたね。ニューちゃんのアイミョン愛が本人にも伝わり、リスナーとしてほっこりした気持ちになりました。個人的には、 次はエムステ、ミュージックステーション、テレビ朝日系、でアイミョンさんとクロストークをしてほしいです。ニュー、ありがとうございます。私がインスタにアイミョンさんのライブに行ったことを投稿して、ストーリーにもあげるときに、初めてアイミョンさんをメンションさせていただいたんです。超緊張しました。いいのかな、と思いつつ勇気を出して投稿してみたら、そのストーリーが、まさかのご本人様に届きまして、 バル、さらに、そのストーリーをアイミょンさんのインスタで上げてくださって、ニューちゃん、いつもありがとう。ハート、って、やばいですよね。本当に優しすぎるし、嬉しくて舞い上がってしまって、笑。いつかどこかでお会いできたら、お礼を言いたいなと思っています。 私も実は、エムステさんで、アイミょンさんのライブに行っているんですってトークをする野望があるので、まずは共演できることを願って、日向坂46とアイミょンさんの新曲のリリース時期がかぶったらな、って超絶密かに思っています。わら。そこは、私が何かできることではないんですけどね。本当に幸せな出来事でした。ありがとうございます。